皆さんこんにちは、辻美穂です。今日は最近購入したものたちを集めてみたのでまとめて紹介させていただこうと思います。最近といっても 2,3 ヶ月くらい経ってるんですけど、もう結構使っちゃってるものとかもあるので、リボンがついてないものとかもあるんですけど、紹介するものは時計とカバンとお洋服、あとちょくちょく小物もあるので、ハイブランドが好きな方、興味がある方はぜひご覧ください。こちらからいきます。モカシンパリ、あれこれモカシンだっけ、ローファーですね。定番なので結構持ってる方とか履いてる方多いと思うんですけど、エルメス好きな方は一つ持ってると思うんですけど、ヒールは1センチ2センチくらいで、高身長の方がね履いてるとすごい可愛いなと思うんで、インスタグラムとかでもよく登場するので、素敵な方のコーデを参考にこれからたくさん履きたいなと思います。金具の色はシルバーで、色はホワイトを選びました。シーズンによっていろんなカラーが出ているので、自分の好きなカラーをぜひ皆さんもお揃いしませんか。こちらは夫が購入したエルメスのブーツです。夫は全然ブーツ履いたこと見たことないんですけど、私が去年サンジェルマンを購入してすごい可愛いから揃いにしようということで今回購入しました。去年購入したサンジェルマンの金具がシルバーだったと思うんですけど、夫のはねブラックの金具になっています。バッグの金具とかアクセサリーの金具を選ばないのですごいいいなと思います。ヒールもね結構あるのでスタイルアップして見えるような気がします。男の人のブーツって私あんまり好きじゃないんですけど、試着してた時にすごいかっこよくて、今年の冬はお揃いでブーツでコーデしようと思います。また靴って思われるかもしれないけど、また靴なんです。こっちは私の購入したブーツです。名前忘れちゃったんだけど、なんだっけ。これもね定番で毎年出ている、素材がニットになってるブーツです。これねすごいニットだったので結構お買い得だった気がします。可愛くって、結構ヒールが高いんですけど歩きやすくてゴムになっているので足にフィットしてくれて、靴擦れとかもしにくいなと思ったので購入しました。こちらもなんかエルメス好きな方がみんな持ってるイメージなんですけど、ブラックとグレーとネイビーだったかなの3色で展開があって、多分シーズンごとにまた新しい色とかも出たりすると思うんですけど、やっぱり一番合わせやすいかなと思ってまずはブラックを購入してみました。マークが可愛いですよね。こちらが夫が購入したキーリングです。キーリングもすごい人気らしくて、あんまり店舗に置いてないイメージがあります。ネットとかにもたまに出るの買えると思うんですけど、これはね多分馬の形だと思うんですけど、他にも 2,3 種類あるのかな。バグの形のとかも人気だったと思うんですけど、これプレゼントとかにもいいなと思いました。こちらはサンタケットという時計になります。すごいキラキラなんですよ。画面越しであんまり伝わらないのが残念なんですけど、上からダイヤが降り注ぐ感じで本当に素敵で、お上品な感じのデザインでシェーヌダンクルみたいな形になっていて、エルメスの時計って種類が多くて、これはねナンタケットっていう手長の種類なんですけど、ケープコットっていうちょっと太めの正方形みたいなデザインとか、代表的な H ウォッチとかダイヤなしとかもあるんですけど、これは多分一番新しいデザインなのかな。これの1個前がシェーヌダンクルの模様になってるダイヤの入り方で、インスタとかツイッターでフォロワーの方に聞いたり、今回こちらのデザインにしました。切るとねこんな感じで、そんなに目立つデザインではないかなと思っていて、会社にもつけて私は行っています。ちょっとね片手に判定、全部多分シルバーだから逆に目立つのか、ベルトだからかもしれないです。じゃあでも全然こっちだと目立たなくて、ダイヤ入りだけどすごい使いやすいデザインだなと思いました。ベルトの色も変えれたので職場とかでも使いたかったので今回はネイビーにしてみました。お箱はねこんな感じでした。蓋がないんですよ。変わってない、こういう箱なんだと思って、オレンジボックスがそのまま箱になってるみたいなデザインでしたね。次はねこちら、みんな大好きピコタンです。色がジョーヌプッサンという色で、なんとエルメス正規店ではなくて二次流通の米表で購入しました。ちょっとね正規店よりは高額になってしまったんですけど、どうしてもこの色が欲しかったので今回専門店で購入させていただきました。正規店でね購入したかったんですけど、ちょっとジョーヌプッサンの作りが今年はないというふうに言われ
てしまって、ひよこ色って呼ばれてるジョヌプッサンの色がすごい私は好きで、小物とか財布とかでは結構購入したりしてたんですけど、やっぱり素敵な色だなと思って、これを購入するために行ったわけじゃなくて、パーソナルオーダーのケリーとかのミニケリーとか、普段正規店で見かけることがないアイテムが、目標はすごい勢揃いで、バーキンとかだと正規店の倍ぐらいの値段になってて購入はできないんですけど、いつもね栄の米表にはたまに行くんですけど、名古屋駅の米表に行った時にポンって飾ってあって、で値段もねまあ正規より高いけど反射価格じゃなかったので許容範囲ということで、ジョヌプッサンが欲しかったし、専門店でもね出会いだなと思うので今回購入しました。可愛くないですかこの色、やっぱりなんか本当ひよこなんです。着冬になってきちゃうのでティサノとかね使おうかなと思ってるんですけど、可愛いですもうね、すごいお気に入りで、金具もね絶対シルバーが良かったので、運命ということで購入させていただきました。嬉しいです、これはね本当に嬉しい。シャネルで購入したものです。グスでもう分かる人がいるかな、私はね初めて買ったんですけど、もうねこれも使ってるので汚いので出します。プルミエールという時計です。シャネルウォンテッドコレクションの限定デザインになってます。すごいね文字盤のとこがダイヤ入ってないんですけど、キラキラしていてすごく可愛いです。物の方が可愛いというか、つけた方が絶対可愛いんです。これだねちょっとつけるのが難しいのが難点なんですけど、こんな感じで本当に可愛くて存在感があって、今日のお洋服にはねちょっと合わないんですけど、シャネルの時計ね一本も持ってなかったんですけど人気じゃないですか。プルミエールのデザインがすごい可愛いなって思ってて、やっぱり限定ということでこちらにしました。普通のプルミエールは2本線になってて、ここが結構カジュアルめなデザインなので、太めのシルバーの金具に1本の革の線になってます。文字がシャネルっていう風にここについてるので、ブレスレットみたいな感じで使うことができます。遊び心があるかなと思います。サイズが前回で S と M と L がありました。 S だと結構ぴったりなんですけど、 M はね一回り以上かな、こう大きさ変わって、まあ、大きいんですけど、大きくつけるのもかっこよくて好きでした。なのですごいね両方ともいいなと思って迷ったんですけど、やっぱりぴったりつけたいなと思って、まあこれは好み。今までねシルバーしかなかったんですけど、復刻デザインとしてゴールドが1900年代に出てたのかな、すごい大人気だったルミエールのデザインが復活したということで、それもね可愛いなと思います。目立つデザインではあるので職場にはちょっとつけていけないかなと思っております。服もね選ぶから私の服装には派手かなとかあったりするんですけど、気に入ってます。すごく芸能人の方とかがプロモーションとかで受けていらしたかなと思うんですけど、こちらの画像もすごく素敵でしたね。このシャネルなんですが、こちらはじゃーん、ココボール付きのミニマトラッセになります。色はねブラックにしました。私がいつも持っているミニマトラッセは長方形なんですけど、こちらは正方形のデザインのミニマトラッセです。かわいい。タグはヴィンテージゴールドになっています。一番のお気に入りポイントはこちら、ココボール。このねまずデザインが可愛いでしょ、すごい実用的で調整ができるんです。ここのシャネルの金具のところを押すとビーって引っ張れるようになってて、短くすることができますね。これもねここにねシャネルってマークが書いてる、撮ってますよね、可愛い。大げさに短くはしているんですけど、これねこの機能が割と良くて、身長が153センチなので、普通のミニマトラスってチェーンが長いんですね、ここぐらいまでちゃうんですよ。なのでこの調整機能がすごくいいなと思いました。これ垂れて変なんじゃないと思うけど、全然変じゃなくて、ネックレスをつけなくていいなっていうのを気に入りました。長く持ちたいっていう人は長めに調整することもできます。一番長くするとこのぐらいの長さ、めちゃくちゃ長いです。お尻の下まである感じです。自分のね好きな長さに合わせるので、バランスが取りやすいかなと。どこまででも短くなるので、これぐらいの長さにして反対側にできて、ハンドバッグに長方形の方も見させていただいたんですけど、私は正方形のデザインの方がすごく好みでした。キルティングみたいになってて、このボタンもさすごく可愛くて、容量も正方形と長方形なんですけど、意外とね容量自体全然変わらなくて、こんなに入るんだと思ってこうびっくりしました。こういうね使い勝手もいいし、実用性が高くてデザインも可愛いっていう意味で、この色も出たら購入しちゃうかもしれないです。次がモンクレールで買い物をしました。コートです。これエコファーなんだけど、ふわふわで色はねブラックです。これ中もねちゃんと
ダウンになってます。すごいね、可愛くないですか。あったかいんです。そして可愛いし、あったかい。モンクレールのマークもついてるタイプで、これは実はキッズなんです。よくね、私キッズ購入してると思うんですけど、大人用のレディースを2着とキッズを2着かな持ってるんですけど、大人用のレディースの一番小さいサイズなんですけど、お洋服に着られてる感がすごい出ちゃって、ダウンだと多分ボリュームがレディースだとすごい多いのかわかんないんですけど、でキッズ前購入した時に、あ、自分に合ってるなっていうか、お洋服に着られてる感が少なくて、値段も半分とはいかないかもしれないけど、本当に安いので、キッズだと小柄な方とかコートに着られちゃう体型の方キッズも見てみてほしいです。デザインすっごい可愛いし、変わらないので全然。私コートがすごい好きで結構買っちゃうんですよね、毎年コート。コート特集やってみたいなと思うので、大人用のデザインとの比較とかも入れたらいいなと思っています。見てくださるかな大人用と変わらないので、実物見てもわからないと思います。キッズでも160まであるんですけど、私は150のサイズにしています。エコファーとかわかんない。でもまあエコファー使ってる方がいいですよね。とブラックなんですけど、デザインが可愛らしいので薄くならないので気に入ってます。ベージュみたいな色もありましたよ。ぜひチェックしてみてください。最後バーバリーです。他のものなんですけど、この間ねアウトレットに行ったので、せっかくなんで一緒に紹介しちゃいます。はい、こちらがバーバリーのコートです。夫のものです。可愛くない？可愛いよね。結構バーバリーのアウトレット可愛いの多かったですよ。これはね、長島のアウトレットで購入しました。最近購入したものたちの紹介でした。特にね、有益な情報はなかったかなと思うので申し訳ないんですが、見てみたい動画がある方はコメント欄とかで教えてください。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また見てね。